1966年のテレビでは、1966年の日本におけるテレビジョン放送全般の動向についてまとめる。カラーテレビの普及に伴い、カラーテレビジョン放送の中継網が完成。また、民放のネットワークも、DBS を、キー局とする JNN に続き、この年の4月に日本テレビ系、NNN。 10月にフジテレビ系 FNN がそれぞれ発足した。TBS がこの年の年間視聴率でゴールデンタイムにおいて首位となる。また NHK はこの年の年間視聴率で全日体において首位となる。朝日放送2代目社屋稼働開始山梨放送、現社屋稼働開始第17回 NHK 紅白歌合戦74.0%。 プロボクシング、世界バンタム級、タイトルマッチ、ファイティング原田エデルジョフレ63.7%、ザ・ビートルズ日本公演56.5%連続テレビ、小説お花は、パー56.4%ニュース55.9%、プロボクシング、世界フライ級王座決定戦、ホラシオ赤バロ、高山勝吉セントテナモニアサンドカサセント ゆく年来くる年、ね、47.9%スタジオ1247.4%ニュース46.7%ニュース46.2%スター、千んかよ、大さだはる、小売京子45.9%統一スト、現場中継45.5%ザガードマン44.7% カメラリポート44.4%そっくり小43.9%評点42.7%三菱ダイヤモンドアワープロレスリング41.9%などありがとうございます